これを知ってますか？マンゴーと餅米のカオニアマムワンというタイのお菓子ですよ。美味しそうですね。タイ人は嬉しい時、感動する時、びっくりする時もおほーという言葉を使いますね。はい、これからは日本人にこの言葉を言ってもらってみましょう。今からです。すみません、ちょっとこの言葉を言ってもらってもいいですか？おほーでいいんですかね。おほーって何ですか？おほーですね。という表現に近いです。あ、じゃあもう一回言ってみてください、はい、おほー。なんか漢字がちょっと違いますね。では今回はちょっとこの写真を見てもらって、この言葉を言ってもらってみましょう。ちょっとこの写真を見てください。おお。で、タイ語、このタイ語を言ってみて。おほー。ほら、やっぱりですね、すごいパッチリにタイ人と同じですよ。本当ですか？はい、本当にありがとうございました。はい、さっきですね、この写真を見せました。この写真は2004年のミス・ティファニーの岡間ちゃんのコンテストに優勝した人たちですね。かわいいやろ、みんな。はい、皆さん、日本に行っても、おほーという言葉を使ってみてくださいね。おほー。